はい、皆さんこんにちは、ピカです。ペルソナ5やっていくよ。はい、双葉のパレスですね。で、石棺の間を調査しよう。はい、続きやっていきましょう。石棺の間だと石棺の闇か、あれちょっと字ちっちゃくて、まあいい、先進もう。おい、あれって大扉だな。大階段の扉か。なるほどな。ということはここはピラミッドに正面から入った場所の真上ということになるな。こいつ回すのか。反射板ん？これ見覚えねえか。下で扉開けた時にさ、あの時は扉に光が当たれば開いたのよね。これも同じ仕掛けかな。回す。うん、どっかで回せんのか。感じる。石の台座、ねえ、くぼみがあるわね。何かはまりそうな形状だわ。何か乗せてみる。さっきのアヌビスゾーンが持ってたやつとか乗せる。何も起きないな。落ち着けよ。見たところ台座はもう一つあるみたいだぜ。ということはもう一個乗せればいいんだ。なんて俺は天才なんだ。さっきと同じくぼみがあるぜ。さっきの犬の像が持ってたやつはもう一個あったよな。乗せてみようぜ。乗せてみよう。あら、何か動き出したよね。やったぜ。よっしゃ、ビンゴだぜ。やはり光を当てれば開くのか。地下の扉と同じだな。油断は禁物よ。扉へ行って確認しましょう。よし、OK。飛び降り、高いぞ。大丈夫か。飛び降りろ。OK。開いた。やった、開いたじゃん。まさに心の扉をこじ開けて進んでいるわけだな。ん？それはよくわかんないけど先行こう。先ね。どこかに。なんもねえな。あ、いけいけいけ。でこっちは。気づいたか。シャドウの気配があるぞ。かなりの数だ。墓荒らしみたいなもんだもんね。ある程度は仕方ないよ。みんな気をつけて進もう。おっと、間じゃなくてあれ間か。土間の間とかか。拒絶の間を調査しよう。双葉ちゃん来たか。こっちだ。どっちだ。待つんだ。何か。俺は何か。他に行くべき場所があるんだ。赤い、あいつ赤い。前方、シャドウがいたぜ。気をつけろよ。いけねえのか。
正体を見せろ。なんじゃこいつ。向こうの方が戦力が上よ。無理して。キャーヌビス君。彼はもう一人の俺だ。覚悟の時間だ。舞台。サムから弱点教えてくれ。ベルトだ。くたばれ。やるな。人を頼むわ。やってやる。うまい。うわ。何。やべ。死んだ。あいつ呪いか。すまないか。生きた心地が死ぬぜ。邪魔だ。強えな。まあ、これは心でも奪ったら一度ちょっとここの敵の弱点調べて入った方がいいかな。これはちょっとやべえな。ありがたい。強い敵がお迎えが近い。結構いる。自分のレベルよし。お疲れ。鮮やかな勝利だ。よし。リュウジを誠に変わっとくか。各誠各だったよね。各弱点なのも結構いるんじゃねえのか。そう、また宝玉持ってるぞ。いただいていこうぜ。もらって。ちょっと待って、石板になんか書いてあるよ。金髪、墓嵐呪い。墓嵐に呪い。な、気にしてらんねえよな。やめておこう。だよね、やめとこう。まあ呪いとか信じてないけどさ、今はちょっとやめておくんだ。おい、読め。読めないのか。いや、無理。感じるぞ。カバーできるな。
正体を見せろ。またボタンあるぞ。よし、こちらの先生だ。呪音属性は効かないわ。油断は禁物よ。よし、敵は残り2体、いくぞ。落ち着け。1体に中ダメージ。まあ、よし、いただいていく。さて、楽な戦いだったわ。ジョーカー、ボタンだ。お、スイッチだな。押してみるか。ジョーカー、押せ。あれは、あの通路の雰囲気が変わったな。双葉のシャドウが進んでいったところだな。あそこに何かあるのか。よし、お前ら急ごうぞ。双葉のシャドウいたとこ行くか。これ以上ここには何もないよ。じゃあ、ジャンプできない。待て、ああここでいいのか。よし、こいつ核効かねえか。これでどう？効かねえ、ブロックか。逆に何効くんだろうこいつ。あ、こいつだ。おっしゃ、ジョーカーすごいじゃないか。やれ、粘土か。こいつか。こいつ核いけねえかな。我は何時？またお前死ぬ。本当にお前死ぬなって。お前ポコ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 と。リカーム。すまないな。え、あいつ何？呪音属性は無効。弱点は即死効果を狙いたかったけど甘くないわね。あー違うか、核でもねえのか。呪いだから祝福だな、多分。逆なんだよね、結構ね。祝福なかったっけ。あのピクシーだったかな。ほっぱっちゃったな。弱ったな、本当に。ねえわ。はしょうがない、ウィーク取れねえ。
しょうがない。この技じゃない。めちゃめちゃ強え。どうだ。みんな体力に気をつけてな。感謝する。ありがとう。生意気な妻だな。やってくれよ。吸血できる。まあ一応できた。ラストイタリン。うわあいつ死んだ。二人とも死んだ。無理をしすぎた。離脱して支援に徹する。まあ頑張れ。まあちょっとだ。行け。よし。まあ墓といえば結構呪いのとこだよね。そしたらやっぱあの祝福に弱い敵多いんだな。よし、祝福捨てちゃったもんね。新技やったじゃん。ジオいらん。引いたぜ。よっしゃ。電光石火。小ダメージを3回から4回与える。よし、かなり手ごわ。どこかにお宝箱だ。感じるぞ。これこそ怪盗に済ませよう。よし、これなんだ。何もねえな。研ぎ澄ませ。これよく見れば数字書いてあるね。001。ここにも、え、あこにボタンあるね。もしかして雰囲気変えたらダメだった。まあ良い。こっちから、あ、こっちから行くか。何か感じるぞ。また赤いやつか。アヌビスじゃないことを祈る。暴いてやる。こちらの先生。アヌビスじゃねえかよ。仕留める。しぶとい。やるなら人を。ここでペルソナする。ありが
弱った、弱った、これ弱ったね。ありがとうね。オッケー、よし、やるな、フォックス。さて、祝福のなんかダメージ与えるアイテムあったかな。そんなアイテムあるか。攻撃に使うのはこの赤いやつか。分かんないけど。何か。まあ、あのアヌビスにはしばらく苦労しそうじゃ。下手したら死んじゃう。また赤かよ。よし、正体を見せろ。これならいいわ。これならいい。もういいぞ、フォックス。ラストリーサーいいぞ。敵ダウン。浄化すごいじゃないか。うん、楽な戦いだったわ。ジョーカー行きます。感じるぞ。気合の腹巻き。なんだ。気合の腹巻き。ユウスケは。違う。あれ。今の。装備じゃなかったか。衣装か、衣装かな。
あ、これか。まあ物理属性にちょっと少し強くなるっていうやつか。こっちもいける。あ、こっちにも持ってないけど、例のアヌビスの像ね、ここにも石板があるわ。墓荒らしに呪い、こっちも。でもこの像最初から宝玉を持ってないわ。どういうことかしら。先に来たやつがどっか持ってったんじゃねえの。この際どっかから持ってきたやつ乗っけときゃいいんだよ。どっかから持ってきたやつに乗っけとけばいい。ということはさっきのが取ってこなければいけねえの。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。呪音属性は効かない。氷結に弱い敵ね。大丈夫、こちらの方が強さを増えよ。何？これでは進めないな。矢を止める仕掛けがあるかもしれないわ。探してみましょう。研ぎ澄ませ。どこにあんだよ。あんなもん。やっぱ宝玉持ってこなければいけないようじゃな。研ぎ澄ませ。まあ一時的に呪われて、まあここまで来いっていうことか。やったっけ。ここは双葉いたところだよな。こっちだったよな。でこっち行けなくてこっちもだったな。この上だな。こっちだね。どうなる？よっしゃ。いただきだな。行こうぜ。墓嵐に呪いよう。どうなの？どうなの？敵がいきなり現れるのか？敵3体だが、実力はこちらが上だ。魔法を一回反射するだと？マジか。ならばあれだ。メディアじゃねえな。リカーム。リカームじゃねえな。これにしとけ。
え、あ、これは自分にかけるから反射できねえのか。弱ったな。あいつの炙り物新鮮といかんちゅうことか。守護体制を打ち消す。どうした。一番攻撃力の弱いこいつで反射しろ。まあこれでいいわ。あいつ目覚めたじゃねえか。彼はもう一人の俺だ。でも、もういいぞフォックス。さあ仕掛けるぞ。いいかいやるぞ。それでしまいだ。一歩前進だ。さて、シャドウ撃破だ。さあこのまま進むぞ。どこかに。これ棺あるとこからいきなり出るんかな。まっすぐだな。違うかな。こっちだな。なあ、持ってきた玉乗せてみっか。乗せてみる。雰囲気が変わったな。呪いとやらが解けたのか。持ってなかったくせに人の玉乗せられて呪い解除とか反則だろこいつ。これで止まったか。止まってるな。スイッチだな。また何か仕掛けが動くのか。押してみよう。お、開いたぞ。すごいね。何かすごい音したけど、バリスタが発射されたみたい。すごい破壊音だったわね。しゃあ見に行ってみようぜ。双葉のとこだね。あれね、のシャドウいたところだね。ここだよな。で、あこか。あ、こっちか。こっちだ。どこかに。ジョーカー、宝箱だ。開けるぞ。お？これ感覚かかってるな。宝箱よりもあんた、ブリッツリング感じるぞ。研ぎ澄ませ。
問題を解決するためのバリスタじゃなかったのか。え、ここか、ここ行けんのか。大回路感じるぞ。どこかに。ピラミッド内を調査しよう。ねえ、操作盤のようなものがあるわね。触ってみる？触ってみよう。何かの絵？妙だな、図柄がバラバラだ。パズルみたいなもんかな。ジョーカー、絵は動かせないの？動かせる。どうするの？決定。これがこう、これがこう、これがこうだな。よっしゃ、お、揃った。何の絵？そうか、大人が泣いている子供相手に何か呼んでいるのか。書き手の心情がよく現れているな。心の内に何か深刻なものを抱えている。双葉なんて産まなきゃよかった。壁画から聞こえてる。鬱陶しかった。お母さんは双葉ちゃんのことで悩んでいたみたいだね。大人の男性の声。育児ノイローゼだったんだろう。これマスターの声か、もしかして。聞こえないけどね。何だったの今の。内容的に遺書っぽいけど、母親が自殺した時の記憶か。けど事実だとしたら子供相手にえぐくね。えぐいよ。ここ行けんの？あ、飛び降りれる、飛び降りれる。よし、行け。ここも開いたってことか。うん。2枚目の扉も開いたが、謎は深まるばかりだな。お宝が近づいているのは間違いない。とにかく先へ進むぞ。あ、セーフルーム。ここはセーフルームにできそうね。おう。わかったわ。向かいは。え、ここ行ったのか、行ったことあんのか。白色だもんね。行ったことあるんだな。いや、セーフルームあったけど、ちょっと待って、俺今ここ入らなかったか。あ、ここじゃねえな。ここ入らなかったか。ここセーフルームじゃなかった？あれ？なんだこれ。石板ね。倉庫
並びて浮かぶ幻、正しき導きによりてのみ道となる。それって何の話？わからないわね。何かのヒントならいいけど。暴いてやる。遅いからな。まあよかったよかった。まあ素早いペルソナに一回一回チェンジしておくのまあいいんだろうけど。めんどくせえ。もう許さねえ。あれ扉開けずに俺まあ他から回ろうと思ってきたのに双葉のシャドウいるぞ。ここでいいのか。何か飛びすません。何この揺れ、まさか今度は水じゃねえだろうな。また玉か。おいちょっとおいちょっとざけんな、何考えてんだよあいつ。研ぎ澄ませ。ああこれってまた、おいおい近づけねえな。どういうこと。このままじゃ進めないわ。あの大玉をなんとかしないと。こっからじゃいけねえのか。研ぎ澄ませ。やっぱあの扉から行くのか。こっちだね。なあここもか。なあ今ってどれくらい進んでんだ。これ開いてねえの。あんな仕掛けがこの先にもあるんならまだ半分も来てないでしょうね。これ開けたんじゃねえの。大玉の罠をどこかしろだぞ。やっぱここでいいのか。こいつかよ、本当によ。もう泣きたくなった。ほんまに。爪が甘い。しまった。こんなんできるか。物理しか今聞かねえのに。おまけに回避率上げやがったあの野郎。さすがクイーンだ。いや逃げようかな。これちょっと逃げようかな。無謀だなこれ。
攻撃力弱えもんな。ピルソナ、はい、ありがたい。ウィーク取れなかったらこれだもんね、ペルソナはね。よし、ぶっ殺せ、ぶっ殺せ。マジかよ。我が決意の証を見よう。助かった。外れた時が怖い。あいつ回避率上がってるから。これでどう？オッケー、俺たちの勝利だ。かっこいいぞ。うん、ご苦労様。先を急ぐ。しかし大玉はどういうふうに解除すればいいのじゃ。すみません。待て、こっち何？よじ登り？どこかに。よじ登り。他は？あこに宝箱あるぞ。よじ登ってどうすんの？何もできねえぞ。何の意味あるんだろう。なんかあるんだろうけどな、わかんねえな。とりすいません。何の意味もなくよじ登れるっていうの今までなかったような気するけどね。あ、ここ穴ある。ここは大玉の仕掛けの裏側か。少し調べてみるか。とりすいません。ちょちょ、何だ、どこかに。宝箱発見ね。ジョーカーどうするの？え、とりすいません。なんか並んでいるなんとかかんとかがどうのこうのって書いてあったよね。棺桶なんかあんの？この上か。どこかに。ちょっと待て、なんだこれ。まあいい、この上行けそうだ。何か、これスイッチか。押してみよう。何も起きないな。変ね、壊れているとか、あるいは他に仕掛けがあるのかしら。暴いてやる。強い敵じゃないけど、電撃は無効だから気をつけて。刀の錆にしてやる。我が決意の証を見よう。ゾロ2体ダウン。まだまだ行くぞ。でかいのはダウンだけですか。ペルソナ、フライなさい。クイーンすごい気で最近2体ゲージャーだ。強敵ダウン。ジョーカーすごいじゃないか。とどめ。さて、手応えのない相手だったな。ここは
開かないか。何やら特殊な扉のようだな。ここ何、倒れるの？蹴り倒す。オッケー。どこか。研ぎ澄ませ。あげろ。研ぎ澄ませ。何か。石板。ねえ。ここにも石板があるわね。けど読める文字はないみたい。だよ、役に立たねえな。ジョーカーはなんとかなんねえのか。調べてみよう。お、何か光ったぞ。そういえば絵画の仕掛けも手を触れたら動き出したわね。あ、これ何か文字出たよ。 B01010 ってメモっといて。はい、わかりました。何かの手がかりになるかもしれん。とにかく変化がないかあたりを探すぞ。わかった。ちょっと何？石板と連動してこっちにもスイッチが入るようになっているのか。すごい仕掛けだな。もっとよく調べてみないか。あった。ねえ、ホログラムはこの棺桶から出ているよね。操作盤があるけどどうする？触れてみよう。消えたな。ジョーカーもう一度触ってみて。なるほどね。ん？つけることもできるのね。それぞれにアクセスすることでホログラムをオンオフできそうね。これさっきの暗号と関係あるかしら。ゼロは消せってことか。こっちだけなんか色違うな。まず数を数えてみよう。さっきの暗号は B01010 で 6だな。6桁123456。棺桶も6個だな。 B、 まずそしたら B をほっといて0を消してみっか。ならこっち消せ。0でこっちも0で最後も0と。どうだ。まあ、これであのスイッチを押してみっか。あ、なんか光ってる。ねえ、こっちの石板も光ってる。さっきは暗かったよね。奥で見た石板と同じ色だな。何か意味がありそうだな。まあ、スイッチ押せ。あ、押せた。オッケー、扉開いたじゃん。まずは第一段階というところか。次の仕掛けはあの先に先ってことだろう。っていうかこの仕掛け何？これも双葉ちゃんの心理状況のせいなの？わからん。でもそれだけ複雑回帰で一筋縄ではいかないターゲットってことなんだろうな。それに石板の意味も気になるというところね。てか、なあ、次の行き先は開いたんだ。とにかく先進もうぜ。まあ、石板この説明だったのか。
よし。はい、それでは今回はここで一時区切ります。ではまた次回この続きやっていきましょう。またね。